世界が再びナイトメアに侵食されたとしても、私が一番明るい星となって、夜空を照らします。だから、私を使ってください。夏目リエ、参上。こんにちは、リーダー。ありふれた平凡な一日が、あなたのおかげで、鮮やかに色がつきました。おはよう。 こんにちは。こんばんは。人はよく辛いことを笑いでごまかします。リーダー、ここに帰ってきてくれてありがとうございます。あなたはこのイリュージョンの中で、最もリアルな存在なんです。予想外のことが起きても、平常心を保ちましょう。 この世には、いかなる宝物でも、喜ばせることができない相手がいます。私、リーダーはどう思いますかその日から、私の世界はモノクロになった。花も、木も、光さえも。今日は、晴れていますでしょうかリーダー。 世に生きる人々は、それぞれの苦しみに耐えながらもなお、清潔さと寛容さを持ち合わせています。人生は一回限りです。たとえ努力が水の泡になったとしても、諦めてはいけません。涼しくて気持ちいい。ん二度寝はいいんですかリーダー。 刻々と変化する雲や日の光は、まるで世の中の生と死のよう。刻々と変化する雲や日の光は、まるで世の中の生と死のよう。お菓子でもどうですかリーダーは、和菓子と洋菓子、どちらが好きですか昼間に悩みがあったとしても、長い夜の中でじっくり考えればいいのです。 人がいるならば、その場所は冷たく感じません。でも、人が冷たければ、暖かい場所でも冷たく感じます。世界は広いです。この世界には、知らないことが溢れていますよ。ジオ、もし機会があったら、また一緒に花火を見に行きましょうね。三上先生。 私はあなたを失望させたのでしょうか。さよ。い,いえ、魔王。武士の名に恥じぬ立派な生き様です。さあ、褒美を受け取ってください。手紙が届いています。より前へと進み、より鋭い剣となる。まだまだ。 強くなれます。ご厚意感謝します、リーダー。でも、申し訳ございません。少し一人にしてください。言いたいことはわかります。でも、断ることをお許しください。もう戻れないことだって、あるのですから。心配なさっていることはわかりました。でも、 知りませんでした。リーダーがこんなに優しい人だなんて。時々思うんです。私の心が刃のように冷たく鋭くなれたらいいのにって。時間は私たちにたくさんのことを教えてくれます。一緒にいられる時間を大切にしましょう。 時々考えてしまうことがあります。人の一生は、自分が歩んできた道の積み重ねなのか、偶然に見える全ては、実は、とうに定められた運命なのか。これからの道は、私と共に歩みましょう。春夏秋冬を、一緒に過ごしましょう。そうすれば、 人へ共に笑えなくても、せめて、痛みや悲しみを分かち合うことはできるでしょう。四十九年一睡の夢、一ごの映画、一杯の酒。リーダー、来ていたのですね。心を乱さず、情にとらわれず、来るもの拒まず、去るもの追わず。 殺人します遅い逃がさない勝負だ<あ> <coughs> 永遠に勝ち続けられたらいいのに、私は、もっと、強くなれる。